全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。さあ、というわけで前回に引き続き飲み会の話をさせていただきたいんですけども、飲み会をこう自分で企画しなきゃいけない時ってあると思うんですけど、その時の、お店選びとか、金額設定のポイントとか、あと盛り上げのポイントみたいのを皆さん飲み会、多分もうスペシャリストの皆さんに今日はお聞きしたいなと思いまして、まず加藤さん、まずは飲み会企画しなきゃいけないことってあったりします？まず、まあ、今はあんまないけどね、はい、じゃあ若手の時とか、うん、いっぱいありますよ。そういう時って、まあ、もちろんその大人数、少人数があるんで、大人数の時の飲み会を企画しなきゃいけないみたいな時のポイントって、まあ、3つぐらい挙げるとしたら、まあ、1個でもいいんですけど、まあ、結論だれないっていうのを優先しますよね。でそれは会計のお金回りだったりとか、要はね、アラカルトにすると会計がややこしくなったりとかするから、前入金するとかお金回りのところがまず1個と、あとはその席の配置とか、席の配置も含めるんですね。その全然違うような半個室みたいなところで集まっちゃってもさ、移動も生まれないし、交流って言いつつ座った 3,4 人で話してるだけだったらあんま意味ないし、なので多少は流動性があるような配置にするし、まあ、金額ももちろんそうだし、まあ、立地、駅から遠すぎると2軒目行くときに垂れるから、2軒目となるべく近くて2次会行きたい人行く人って言って、そのままスムーズに移動できるような会場にするとか、はいはい、あとはまあ司会がしやすいとか進行しやすいその配置もそうだし、まあでもそんな感じですかね、はい、はい、もうなんか話したいのに大体網羅できちゃったんですけどただ、じゃあ大人数で今みたいなポイントがあったんですけど、大人数で、まあ、コロナ禍でちょっと今あんまないのかもしれないですけど、佐野さんとかだと大人数で飲み会行ったってなると、どういう、はい、なんだろう、飲み会、忘年会とか新年会とかあると思うんですけど、そういうのとかってどういうのがあるんですか今。新年会はありますね、ちょこちょこ、各部署とかチームでやってたりとかはするんですけど、やっぱそのおっしゃってた通り、そのコロナもろもろあるんで、直近はないですけど、コロナ前とかで言うと、例えば、1月とか時期で言うと、インターン生がもうすぐ入社の前祝い的なのを開催してたりとか、我々人事部なんで、内定者の子との懇親会があったりとかはしますね、はい、そういうのとかに、金額設定とかって、どういう感じで決めるんですか。はい、5000円以内が会社規定になってるので、5000円以内、1人5000円以内のお店っていうルール以外は特にないですね。二次会とかもないので、別に動線とかも気にしなくていいですし、あとはもう鴨本さんおっしゃってた通り、駅から近いかとかぐらいですかね。あとは個室である方がいいかなと思いますね。で、天井と壁がちゃんとつながってるタイプの、分けてるだけじゃなくて、一応その学生さんの今の就活状況とか、もしかしたら聞く場面とか話してくれるタイミングとかあったりするので、はいはい、個人情報的な観点で、完全個室のお店をチョイスするとかはあったりしますね。はい、この人の飲み会感とかあります？あ、でもこの間一回飲み会、企画でもね、そんな大々的じゃないですけど、新宿で個室だとここまで値段しないとか、とか、わらき屋っていうチェーン店とかは、はい、そのぐらいですかね。金額設定的には、金額も多分5000円くらいいくのかな。そんな行かないかね。エポポさんは飲み会自分で企画とかもあります？いや、したことないですね。あ、ないんすね。はい、なので、もしこれからそういうことがあったら、TikTok とかで調べたいなって。 TikTok で例えば新宿居酒屋ってやると何件もたくさん出てくるの で、そこでコメント欄とか見て口コミがいいところを選んだり、あとはなんか好き嫌いとかあると思うので、和食、洋食どっちも置いてあるお店だったり選びたいなって思ってます。インスタとか食べログとかそういうのよりも TikTok。はい、私は TikTok 派です。美咲さんどうやって決めます？ TikTok とかが多いですか？ TikTok、 いや、そういうな使い方あるんだって今知りました。ババアだからちょっとええじゃん知らないです。 TikTok とかもあります？ないです。そんな承認、友達と飲み会とかは企画したことあまりないですね。でも結構お誘いが多そうっすもんね。そうですね。そうですよね。はい。ちょっとあと、その飲み会を、忘年会とか新年会とかって会社とかで任意なんですか？あれって絶対参加 しないといけないわけじゃないですよね。うん、もちろん、そのまあでもなんかビジネスマンになってその任意って言われたもので、任意だから参加しないっていうのをやってたら出世しないですからね。あ、うん、したら出世できるわけではないけど、はい、まあ、自分が逆の立場だったらどう思うかっていうのを想像力が低い人は多いかもしれないですね、参加しないっていうのは。あ、うん、自分が企画した時に、あ、
確かに、うん、参加しないって言ってる若手別に2位だから別にいいんだよ、うん、いいんだけど なんかなるべく関わりたくないのかなとかっていうネガティブなイメージは持ちやすいよね。ゆくゆく、まあ、うん、一番入社したてのこととか言いたくないかもしれないけど、うん、ゆくゆく自分が企画しなきゃいけないときに、うん、それやってたらね、カウンター食らう可能性もまあまあそうそう、カウンターっていうか多分そういう人は多分その立場になれないでしょう、ね、そうですね、頼まないですよね。会社で飲み会の幹事とか任されるってすごいことなんですけど、はい、いや別にそんなに規模にやるんですよ、はいはい、ちょうどね、はい、今日この後会社の新年会任意参加っていうのが、はい、ありまして、タイムリーの、はい、でも50人ぐらいでちょうど5000円ですね1人。だからその50人とかなってくると逆に1人5000円以下の店しかないんですよね。まあ多分僕も大学生の時に大人数の居酒屋って冷めた唐揚げとポテトとなんかパスタ揚げたよくわかんないまずい硬い箱みたいな感じじゃないですか、うん、はい、なんかパサパサのレタスとみたいな、はい、大人になると1人、まあ、1万とか1万弱とかの、まあ、ちょっと飯がちゃんとうまいってことではないけど、まあ、まあ食えるみたいなっていう居酒屋にこうスライドしていくんですよ。なんだけど何十人ってなるとまた学生時代に逆戻りするしかないんですよそんな大人数で飲み会できるとこないから確かに、うん、っていうので、まあ、だからなんだって話なんですけど今日は5000円の、まあ、多分飯あんまうまくなさそう雰囲気をね楽しむっていうところもありますからね金額的には5000円ぐらいがそういう飲み会だと多いよみたいな、うん、そう最後ちょっと飲み会とかの、まあ、自分が幹事であってもいいんですけど、まあ、盛り上げのポイントとかをお聞きしたいなと思います。いわゆる盛り上げのイメージって一人が前に出てわーってやって、はいはいはい、これ盛り上がってるようで盛り上がんないから仕方なくやることで、はいはいはい、本来は参加している人が自分が主役であるのが一番楽しいんで、はい、自分が主役であるってことは自分が普通に話したいことをその前の人と話して盛り上がってるのが一番楽しいに決まってるんですよ、はい、自分が視聴者としてこう見てる、はいはい、なんでそれを演出するのが一番大事なんですよね、うん、だけど初めての人とかだとさすがに話す共通のネタとかもないからしゃーなしで前でこうバツつなぎで出し物をやってこういうプロの方にお願いするわけです。あ、なんで基本前で何かやってるってことは逆に言うと会があんま盛り上がってないっていう可能性が高いですよね。飲み会のベストはそれぞれが主役になるっていう飲み会がいいということで、その飲み会をみんなで作っていければなと思います。日本の皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。